おはようございます。ピンロクでーす。では今日も早速運試しで遊戯王カード開けていきたいと思います。昨日はね、競艇の都の G1 の優勝戦だったんですが、まあ1号艇の原田選手から勝ってて、まあ1号艇は抜きになりましたね。平本選手が5コースから思いっきりまくり出してきて、入ったんですけどね。まあ、モーターの出来でね、原田選手が2マークで刺してきて、まあ、届いたという展開だったんですけども。僕はね、平本選手勝てなかったんですよね。岩瀬選手は勝ったんですよ。6号艇の岩瀬選手は。それでまあ、1、2、4、6で勝ってたんですけど、まさかの1、5、6。1、5、6ですよ。つで。まあ、ちょっとね、平本選手も信用すればよかったなと。結局、まあ、原選手は今、支部がね、大村の方になってるんですけど、長崎支部ですね。ただ、もともと愛知の選手なんで、愛知県勢でワン、ツー、スリーということになりました。まあ、愛知でワン、ツー、スリーで勝ったかよかったかなと。愛知の選手、こう考えるとちょっとレベルがだいぶ高いですよね。G1 でも SG でも結構準優勝戦に乗ってくるんでね。というわけで、今回も1枚ずつ開けていきたいと思います。1枚目。はい。まあ、安定の運のなさがまた出てきてますが。じゃあ3枚目。はい。4枚目。はい。で、5枚目。はい。というわけで、今日も、この安定の、安定のキラキラないカードが、この5枚でしたね。というわけで、じゃあまた明日も開けていきたいと思いますので、それじゃあね、バイバイ。